多くの買い物客が訪れる年末を前に、唐津市の商業施設で防火設備の点検が行われました。この点検は毎年12月に唐津市消防本部が館内の商業施設やスーパーなどを対象に実施しているもので、今回は今年5月に建て替えリニューアルした舞鶴39で行われました。消防本部の職員5人が店長とともに店内を回り、メイン通路の幅が十分に確保されていることや消火器の管理状況などを確認していました。消防設備の維持管理、避難経路の確保等、適切に実施されていると判断しております。すごく、ためになった部分もあるし、私どもが知らなかったという部分もこの査察を受けまして、もっともっと防火についての意識を高めようと思っております。来週は別のホームセンターでも点検が行われるということです。